毎度マッチです。本日は今シーズン初めての試合ですね。たまにストライク取るから。アポロンズと同リーグのスミンチュさんの紅白戦にねお呼ばれしていきました。オッケー。というわけで私の打席見ていきましょう。2番ショートで出場しました。1打席目ノーアウトランナー1塁での打席、まあ、久々の、ね、試合なので、まあ、なんていうか打席これルーティンどうしてたっけみたいな、ね、感じの心境でした。はい、まず初球、はい、これ差し込まれたんですけどもセカンドの後ろに落ちてライト前ヒット、出塁します。はい、これ久々に、まあ、ピッチャーの球を打つっていうので、まあ、だいぶ差し込まれましたね。インコース寄りのまっすぐでしたけど、まあ、しっかり触れる準備はしてたので、まあまあ、ダイヤの頭ぐらい超えてくれたかなっていう感じのバッティングですね。まあ、それ以上はないです。はい、まあ、ヒットになってよかったなって感じです。はい、で2打席目ですね。先頭バッターで打席に立ちました。ピッチャーは変わってます。でこの辺だんだんルーティーンを思い出してきましたね。はい、初球、はい、インコースだったんですけども左中間真っ二つ、これで私2塁へ向かいます。今シーズン初の長打となりました。まあ、なんかやたらとインコース攻められた印象があったんですけど、まあ、長いバット見てそれでまあそう思ってなんか攻めれるかなと思ったんじゃないですかね、キャッチャーの方は。ただまあこのバッティングに関しては、まあ、うまく打てた方じゃないですよね。インコースに対して、まあ、着地とインパクト、ここの時間が短く打ててるので、まあまあいいバッティングじゃないかなと思いますね。まあ贅沢言うならもっと飛ばしたかったって感じですね。でこちら場面変わって守備機会ですね。この試合ショートに打球を抜いたのは1回だけでした。でこのショートゴロをなんとかさばいて、まあまあチェンジとなったんですけど、まあまだまだうまくなる要素はあると思うんですけど、まあ太一とねこう練習を夜してるんですけど、まあ、そこで教えてもらった感じでね、うまく守れたんじゃないかなと思います。打球に合わせて足を運ぶっていうところはねできるようになってきたかなと思います。まあ、まだまだだと思うんでもっと勝負します。で次の回からはキャッチャーですね。久々にマスクをかぶりました。まあ、キャッチャーやる機会っていうのがね本当に減ってたので去年から、まあでも久々にやってやっぱキャッチャーってね楽しいですね。はい、まあ、肩の部分もまあまあ問題ないかなという感じでした。でまあこの場面ですけど、まあまあこうやってストッピングもまあパッとやってできてると思うし、でこのしっかりね外のボールキャッチングするのもまあまあできてたので、まあまあいいかなという感じですね。はい、というわけで3打席目ですね。この場面確かワンアウト一塁とかなんかそんな場面でした。一塁にランナーがいました。ピッチャーはねまた変わってますね。まあボールの緩い方だったのでしっかり呼び込んで、まあ、勝ち込んでやろうというイメージで、まあ、打席には立ってたんですけどもね。はい、まず初球ですね。はい、これ右中間に打球が飛んできて延々転がっていったので私2塁を狙い、さらに3塁を狙いますが、本当足遅いですね。まあタイムリースリーベースヒットとなりました。これだいぶね呼び込んだつもりだったんですけど、それでもね早かったんですよね。これ見てもらったら分かるんですけどえぐいぐらい先っぽですよね。まあ、これで回転かかって、まあ、トントントーンと宇宙間割ってくれたんで、まあまあ良かったかなと。まあ、ボールに仕掛けるってところはね、まあ、できてたので、まあ良かったかなと思います。というわけで今シーズンの初戦でした。まあ、今年はキャリアハイの数字を叩き出せるように頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。チャンネル登録、いいね、応援コメントもよろしくお願いします。で、アーチの動画も一本見ていただけると嬉しいです。それでは、失礼します。